よ坊や、それさら五人の色男。ちょっとだけよ。あんたも好きね。やめなさい。いきなり俺じゃないよ。お前が悪いんだバカだろ。どうも寸ずれしました。やめろってんだよ。俺が言ったんじゃないってのは誰でもいいだろ。なんだ気が済むんだから。こんにちは。何してんの。あれあれちゃん、マリちゃん風邪ひいたんですか。あ、本当風邪移してちょうだい。落ちましたってそば寄りつくんじゃない。風邪移してもらおうか。バイキンで押し上がってくれろ。お久しぶりでございます。はい、監督さん、ずいぶん久しぶりですね。そうなんですよ、工事が中断しましてですね、この前もお見せしました、これがね、その完成図なんですけどもね、もう何しろ900階っていう大工事でしょう。これがあんたセメントが不足しちゃいまして、まだ基礎工事もできてないという、こういう段階なんてございますよ。で、これからはですね、バンバンやりますからね。もう、いや、お前ら分かってな。おい、いいか、ちょっとだけじゃなくて、たくさんだけは働いてもらうぞ。おいっと、なんだこの態度は。お前ら態度が悪いと仕事もできないくせに仕上がってくねえろ。私は現場監督だよ。つまり競馬の馬で言ったら敗成功だ。私はね、監督は監督なんだい。ゴリラで言ったら何ですか。ハイゴリラになるな。ハイゴリラ、薬みてえな名前だ。うるさいから早く仕事もしろ。おいおいおい、だん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 、おいブツ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 やらずに上げる。おいバンバン働け、バンバン。おい早くできなくて。あ、マリちゃんに。リー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 監督大変だ。どうした。おい、どうした今。監督、鉄骨が起こったんです。はい、潰されたんです。足が取れちゃうだろ、足が。おい、救急車だから、ほら。おい、電話、はい、はい、ちょっと待った。監督、頑張れよ、はい、よしよしよし、もう足が取れちゃうぞ。もしもし、もしもし、119番、お宅119番、うち118番。もしもし、もしもし、なんだこの電話。なんだこれ。何してんだお前は。どうしたの。どうしたのって、まったくもう、もうしょうがないな。担架、おしまましてさあ、殺せ。何してんだお前は。担架関係ない。あうるさいよお前もう。いいてなおい。だがこの近所にな、病院知らないから。病院。あのね、マリちゃんなら知ってるよ。マリちゃん、うん、じゃあ俺マリちゃんとか聞いて。お前は残れってば。俺が言ってる。お前は残るんだよ。監督、僕は残ります。お前は来るんだよ。なんだ噂されすぎちゃって風邪ひいちゃったっていうの。まあ、マジで何回言ったっておかしいや。でも似合うよ。マリちゃん、とっても。あら、何そんなとこから。あ、でもマリちゃんいつ見ても綺麗ですね。しかし本当だよバカだな、本当にもう。どっかこの辺にね、病院ありませんかしらね。病院。はい、そうだほら、マリちゃんがいつもセットしに行ってる病院。バカ、もうお前ってやつはなんでそうバカなんだよ。お前が言ってんのは病院だ、私が言ってんのは病院じゃないかバカ。どう違うんですか。あー、もうイライラすんなお前、口挟むなよ本当に。要するにね、怪我人が出たんですよ。あら、そうなの、ほら北海道で取れんでしょ。こうハサミがあってさ、でお酢つけてくれて、お前のほら、こうここに毛がいっぱい出てた。何を言ってんだバカ。お前が言ってんのは怪我人、私が言ってんのは怪我人。どう違うんですか。もう一体何なんですか。要するにね、お医者様が探してるんですよ。あ、お医者様。はい、そうなの、クリーニング屋さんの先にありますよ。ああそうだ、花屋さんどこにあったっけな。もう課長ちゃん、今日は初めていいこと言った。んあんたもいいこと言うね。そうね、花屋さんでお花を買ってやっぱり病人の枕元に置いてやんなくってね。違うよ、マレちゃんにプレゼントするの。いや、先生どうでしょうかね。